橋本徹馬は、日本の政治家、思想家、愛媛県出身、早稲田大学専門部政治家中退。1912年、橋本は、加藤勘十とともに、大熊重信、山田三七郎の講演を得て、立憲青年党を結成。山田三七郎の勧めで、雑誌、世界の日本を発行。寺内正毅内閣の統括運動を展開する。大正13年。 死雲像を設立し、主観となる。当時、青年性格として20代で名を成していたのは、立憲青年党を率いた、日田た次らと、橋本通る場であった。橋本は、青官会に顔が利き、親善施設や日本の交換を啓蒙するなどした。戦後、死雲像を再建し、帰還紙、死雲を通じて、政治評論を発表。死雲産地蔵寺所大住職。 水国用運動創唱者、佐藤栄作の指摘相談役でもあった。志雲山地蔵寺を創建し、大衆の救済祈願を持って水国用の機会を作ったのは橋本である。彼は本活動そのものによって直接的に政治運動を志したのではなかったが、後々この思想が日本宗教の一パターンであるエディート主義による大衆支配へと形を変えて、 政治色の濃い思想へと変貌した。5、一大帝国は、発行所、一大帝国者発行人は、第2巻、第2号まで、橋本通れば、以降、落ち梅作り、橋詰めただし、山口薫と交代した。ページ数は80ページ、定価は18戦、鈴木正吾日のと羊クラブ1890年、愛知生まれ。明大雄弁会。 1932年衆議院議員に、西岡武次郎日野と羊クラブ1890年、長崎生まれ、総大雄弁会1924年衆議院議長に、就任、前田薫大日本青年党1889年、鹿児島生まれ明大出身1947年衆議院、議員、東拓司青年自由党1889年、 広島県生まれ1928年衆議院議員、ありがとうございます。